こんにちは、土の子です。さあ今日はポケトレの更新日やっていきましょう。メガバクーダランキングが登場してますね。その前にイーブいっちゃいましょう。ふむ、どうだ、1個目の判定はなし、2個目の判定はこれは1個か。これはこの感じく、あー残念、1個でした。さあパーティーですけれども、いつものねメガボスゴドラ、そして原始海洋ガニ、タイプレスコンボの2つですね。これを入れていきましょう。フルアイテムです。メガスターとパワーポージャマガード使って勝負。よし行くぞ。さてまずはしっかりタイプレスコンボで、やるつもりがなくなってしまったと。うん、OK。 こういう配置がねもう決まってるやつってやっぱり狙えたりしちゃうんですよね。それでみんないい感じのスコア出してたりするみたいだけど、これは相当厳しいぞ。これうーん厳しいね。ふむ、つながりを、つなげを大事にいきましょう。マジか、厳しいですな。いけ頑張れ。うわちょっと待てよ、揃う。ちょっと待って、押すの押せ、今の押すの遅かったな。あもうダメだった、終わってるとこだったわ。もったいないね、今結構良かったのに。やっちゃった最後もう混乱して適当にやっちゃった、19万でした。最初は19万、結構お邪魔のループはしたけどね。996人中28、いくぞ。タタタン、ギャーギャーだな、これギャーちょっと待って、やべえな、これやべえ。よし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 、綺麗になったけど、これ凍っちゃってんのがすごい良くないよねこれね、これ凍っちゃってんのがもう相当やばい。氷は溶けたけど、これはダメでしたね。お邪魔のやっぱね、あの連発ループを綺麗に回避できるかどうかなんだよな。連続ループが起こったら熱いんだけど、そうじゃなかったら相当しんどい。よし行きましょう。オッケー、これでまず1手目で綺麗になりました。さてとこっからですよ。こうして、ふむ、えいよ、はい、タイプレスコンボが発動してるのでコンボしてほしい。そしてこうして、これで一旦綺麗になるのか向こうは。いやーむずいねー、難しい。こうして
キリにしちゃった。よくわかんなくてしちゃった。さあここからです。勝負はちょっと見ましょうか。スゴドラをそんなに、いやでも形的にはそんな良くないか。なるほどね。こうですかね。ふむ。これはちょっと綺麗にするしかない。さあここ。いけ。いやーコンボジね。もう。勘弁してくださいよ本当に。これは落ちてくるから。ああ穴開いてんのかあそこ。マジかー。はい。やべ、やっちまったこれは。頼む。つながってくれ頼む。これはまだ悪くないかも。これでこうすれば綺麗になるから。さあ頼むぞ。ここからが勝負どころ。つながってくれ頼む。そうきたか。そうきましたか。さあここ、ここ問題。よし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 、ナイス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 。いやいいよ、これはちょっと待って、よく考えろ。これ真ん中に来るぞ、真ん中に。ふむ。これはあれだったね、海洋画を入れることを最高にしたらよかったね。これはちょっと綺麗にするしかない。ここ頼む。そうきたか。そうきましたか。うそ。ここでここでコンボなしはやめてほしかった。マジでいけ。最後のタイプレスコンボ。頑張れ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 。はい、20万1を超えましたね。211214 211214までが僕のスコアでございました。さあランキングはどうでしょうか。211214、1100人中今のところ18位ということで、A クラスですね。さあこのままで入れるんでしょうか。結果はどうなるでしょうか。皆さんはどうだったですか。やっぱ20万超えるのも結構大変だね。あのお邪魔が出てくるタイミングの部分でしっかりね、あの種類のコンボするように残しとくっていう超プロ技があるみたいなんですけど、なかなかねそこまでちょっと頭が回らなかったです。ということで僕はこんな結果でございました。よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。